ライオアトゥルーハッピーチャイナタウン千葉谷このガイド都市伝説紹介チャンネルどうもコウキです。オフランス USA どうもトウヤです。いろんな国が混ざってるけど何、どうしました、今日はなんかチャイニーズな都市伝説聞かせてもらえると聞きまして。あ、そうなんですよ。そこでこれおかしくない？皆さん急な質問なんですけど、兄弟何人います？一人。まあ自分で二人ということですね。あ、そう僕も二人なんですよ、で日本人の兄弟の割合って二人が一番多いんですよね、なんと 54%、結構多いでしょ。多い。で一人の場合、今あくびしました。いや、そんなことない。 19% なんですよね。で3人だったら 18% ということで、やっぱ2人が多いんです。僕妹で、トヤ君って弟じゃないですか。そうだね。兄弟がいるのは当たり前と思うと思うんですけども、はい、お隣の中国では一人っ子政策なんていうことは聞いたことあると思う。ありますね。これ教科書でも僕習いましたからね、このまま人口が増え続けると経済が発展しないと考えて実施した政策と、まあ教科書に書いてあったわけなんですね、でもね、その実態は生まれた2人目の子供っていうのは国際戸籍を持たずに捨てられてしまったりとか、男の子が生まれるまで女の子は捨てられてしまったりとか、でさらには人身されるなどの噂も多くあった。そうですね、聞きますね。だから中国のちょっと地方とか田舎の方の農村では働き手はたくさん欲しいわけですよ。そうでも一人っ子政策があるから、2人目以降戸籍登録せずに何人もこう産んで、そうやね、1人目以降は全部戸籍がないみたいな。そうだから奴隷のような扱いを受けたりとかね。そうだから結局教育とかも受けられないから、そういう差別的なことを受けたりとか、あとは中国のその人口が実際何人いるかも把握できない原因になったりとかもするんですけども、そんな中国なんですけどね、この政策が切実な社会問題になってると今知ってました？へー。今ね、僕が言ったこと以外にも、言ったら男の子が欲しいっていうことが多いらしいんだけど、男女比率がなんとね118対100まで開いていて、3000万人の中国人の男性が結婚難民となってるようです。大変やん。で今では中国の人口計画出産法という法を改正し、3人子政策に転じているそうです。3倍お得やね。お得っていうか意味が分かんないけど、でそんなお隣の中国なんですけども、意外と一人っ子政策が終わっていたことを皆さん知らないんじゃないですか。まあ、確かにね、なんか5年後ぐらいには人口がもうマイナスに転じるみたいなの聞いたことありますけどね。まあ日本もね、高度成長期ではバーって人口増えてきましたけど、そう今減ってますからね。そうやね。でね、その今回は日本から少し離れた中国お隣の伝わる都市伝説をたくさん紹介しようと思っております。みんな意外と知らないこと多いから。知らないですね。一つ目、氷事件。氷。日本にかつて杉沢村という場所が存在したことをご存知でしょうか。いや、知らへんな。以前やったんですけどね。あ、ちょ、忘れました。その場所は青森県に存在していたとされており、なんと一人の村人が発狂して次々と村人全員を惨殺してしまい、事件を隠蔽するために廃村になり、地図から存在を消されたということです。聞いたことありますね。詳しくはこちらをご覧ください。ということで、見ます。杉沢村が過去に実在していたかどうか、本当に村人の大量殺人事件が発生していたのか、真相はですね、明らかにはなっていないんですよね。わかんない都市伝説だからと、そういうふうに語り継がれているんですけども、実はですね、もっと不可解な現象がお隣の中国で起きてしまっているんです。それが氷事件、こういう字を書くんですけども、1987年、中国の陝西省蕭山村と呼ばれる場所で、あの褒めてくれそうな場所やね。なんと一晩の間にその村に住んでいる人間、犬、猫、家畜に至るまで、まるで神隠しにでもあったかのように全て消えてしまったということです。そんなことあります？この不可解な大量失踪劇についてネットでも多くの人が関心を寄せ議論を交わしていると。未だに真相が明らかになっていないんだって。で日本で起きた杉沢村事件とまあ似てる感じすんじゃん。でもね、この2つの事件には決定的に違う点が1個だけあるんですよ。何ですか？それは蕭山村は現在も存在してるってことなんです。へぇ、事件から30年以上も経過しているんですけども、現在も廃村として廃墟として姿が残っているんです。杉沢村みたいにあったかないか分かんないわけじゃなくて、この村自体はあるんです。じゃあマジでいなくなったってことなんや。そう、噂などではなく実際に事件は起きてるということなんです、これ。へぇ、すごい。ではその蕭山村の生物、まあ人間とか犬とか猫とか家畜はどのようにして姿を消してしまったんでしょうか。集団夜逃げですか。巷で騒がれている有力な説を2つ紹介しますね。1つ目、宇宙人による拉致。宇宙人の存在を信じていない人にとっては突拍子もないことに聞こえるんですけども、そうやね、この説が、まあ、唱えられている理由はちゃんとあるんですよ。暴行を想像させるような痕跡がその村にない。現場には荒らされた形跡
跡とか不審な血痕なども一切見つかっていない、はいはい、一晩で100人以上の村人さらには動物まで連れ去るのはもはや人力では難しいんじゃないかと。ああなるほどね。そしてね以前からこの場所では UFO の目撃情報がめちゃめちゃあったという、はい、で2009年にも実際に目撃情報が上がっているということです。続いて2つ目の理由、中国共産党による強制移住。あ、夜逃げみたいな話ですね。まあ夜逃げっていうか強制移住なので、うん、夜逃げではないんですけど、確かに核実験など核関連の理由で全員違う場所に移動させられたんじゃないかという説ね。ありそう。まあ言ったら日本でもあるよね。例えばここ道路を作りたいからちょっとこの人住んでる人どいてくれへんってお金出すから違うとこ引っ越してやみたいな。ありますね、まあ、そういうことで強制的に移動させられたんじゃないかと。じゃあ村残ってるのおかしいですよね。そう、この大規模な移動となると、まあ、組織が指揮しないと実行することは不可能であると、そう考えられてるのも理由の一つだということなんですけど、はいはいはい、村人たちは決して口外しないに脅されているため、まあ、真相が表に出てこないとも言われてるんだって。へー、まあ、中国共産党はこの噂を、まあ、否定してるんですよ、ちゃんとね。この強制移住計画のコードネームが中国語でこれすごいですよ、やりまおというんですけども、うん、こういう字を書いてね。でしかし本当に中国政府が消したかもしれない根拠がちょっと存在しちゃってるんですよね。どういうことですか。他にも一夜にして消えた村があったんです。でその村が後編村、なんとその村の消えた人たちの人数は1000人以上というふうに言われていて、この2つの村の共通点が風水に関するんですよ。どちらも木の大動脈である龍脈の門の地点に相当しているそうなんですね。パワースポットってことですか。パワーストポットというか、その中国ってその風水に基づいて町を設計したりとか位置を決めたりとかするんだよね、文化として。へー、そうだから国全部がパワースポットみたいな多分考え方なんだと思うんだけど、はいはい、その龍が通るところっていうのはまあ神聖なもので、じゃあ例えばそのビルとかも、僕香港行った時とかビルがあって真ん中ってあの空いてたりするんだよね。それで理由2つあって、1つはそのビルを普通に建ててしまうと風の抵抗をもろに受けちゃうから倒壊しやすくなると。で真ん中を開けることによって風の通り道ができると。であとは龍が通るからって言われてる。でそこが龍を通すことによってこのビルがだから安心安全なものですってことを守ってもらうためにやってた。あ、じゃあ風水的にってこと。そうそう、風水的にすごいあるんですよ中国は。で人間を含めた動物の生命があってしまうと、まあ、運気が下がってしまうそうだよね。そうですね、はい、で村人全員を移住させたのではないかというふうに言われてると。へえ、すごい。まあでもこんな情報はね、まあ、公開されるわけにはいかんやんか。そうね。そのため未解決事件のままというふうになっているということで、はい、もう面白いって言ったら変やけども、うん、規模がでかいよな。いやすごいね、やりまお。今ちょっと日本でさ1000人規模が消えたらちょっとびっくり。大ニュースよ。これが表に出てこないってすごくない？そこは闇深いよね。誰か一人でもなんかさ、そう YouTube で告発したりとかありそうやろ。確かにやりまおの生き残りなんですみたいな、ま、ね。そう、全く出てこない。他にもですね、謎の原始は存在しております。こちらです。突如現れた天空都市。それやりまおの人が作ったんじゃん。いや違うんですよ。これちょっと数年前に Twitter でめちゃくちゃバズってたんやけども、まずねそもそもみんな天空都市って言ったら何を想像します？武田城。あ、武田城もめっちゃいいよね。うん、でもあれはもうからくり的にはさ、標高が高いところに城があるから天気によってはその雲の上にちょっと城が出てるように見えるってことでしょ。そうですね。でもね天空都市といったらやっぱりこちらじゃないでしょうか。天空の城ラピュタ。ああ。これちょっとロマンあるやんか。天空都市とか言ったら、まあ、僕だったらドラクエ5とかなんねんけども、はいはい、まあ、アニメとかゲームの世界のものだと思いませんが、うんうん、でも実はですね中国に存在してたんです。ないよこちら。これはあれですか、映画とかの一節ですか。うん、これ実際の。マジ？そう。やばない？やばいよね。これめちゃくちゃバズってたからね。え、これなんでなん？いやこれね、まあ蜃気楼と言われるものがあるじゃないですか。おお、これ蜃気楼なんですか。はい、まあそういう風なことは言われてたんですけどね。これね2015年に広州。え、最近やん。そうなんですよ。茶色い建物らしきものが確かに空に乱立してるのが分かると思うんですけど、これ絶対あるでしょ。 NASA の極秘プロジェクトかとか、よくできた作り物かとか、本物の気象現象だとか言われてるんですけども、アメリカの国立大気研究センターの大気科学者ペギー・レモーンさんは、この映像はちょっと出来すぎのような気もしますということを言って否定はしてるんですよね。あ、ちょっと酸っぱい感じやねんね、レモンだけに。ん、どういうことかな。レモンさんやから。今日調子悪いですか。ダメ。調子悪い。これダメそうっす。さっきなんか調子悪い。あ、そうですか。蜃気楼のようなボケが続きますけど。あ、そうですね。はい。蜃気楼といったらね、僕だったらもうナミちゃんなんですよ。あ、そうですね。ミラージュテンポ。そう、ミラージュテンポね。はい、そのウォーターセブンの NS ラムと出たやつなんですけども、蜃気楼という現象は実際あるわけじゃないですか。ありますね。で、砂漠のところでオアシスが見えたりとか、うん、何もないところの海の上でなんか都市が見えたりとか。で、それって地平のところに浮いてるわけで、上空に浮いてるってなかなかないでしょ。いや、そうね。上位蜃気楼っていうらしいんですよ、これを。へー。上位蜃気楼っていうのは、蜃気楼が
体の上に現れる現象なんですよね。だからちゃんとあるんです、そういう現象は。通常は大気中でその暖かい空気層の上に冷たい空気層ができるんだけども、上位蜃気楼ができる空気層の条件っていうのは気温の逆転らしいんですよね。実際に動画が撮影されたと言われる場所の大気状態をコールマンさんが調べたところ、気温の逆転が起こっていたというふうに言われている。空気層がこの状態だと一つの層から別の層へ光が通る際に屈折を起こして実際よりも高い位置に物が見えてしまうと。しかしあまりにも鮮明すぎるから、やはりちょっとコラじゃないかっていうことも疑われてる。もしかしたらそのちょっと宇宙船の調子悪くてたまたま見えてもうたんじゃん、うん、そういうのもあるかもしれないですね。マリアみたいなやつかね。いや、ありえるからな。あの、実際にあれなんですよ、のび太の雲の王国、うん、言ったらドラえもんの大長編の映画でもあって、雲型メガスでのび太たちが雲を作るんだけど、はい、飛行機とかが通ったらバレるやん。バレる。だから外から見えへんように、中に入った時だけ見えるようにバリア張ってんすよ。そういうことなんかも知らんしね。いや、マジありえそうやね。そうやね。だって今ってカメレオンスーツみたいなもの科学的に作られてるやんか、うん、人が透けて見るとかいないように見えるみたいな、おうおうおう、そういうの大掛かりなものを実験してたって可能性もあるよね。ありえますよね。ちょっと不思議だよねこれね、中国のね都市伝説ということで、はい、はい、続いて3つ目、生存率ゼロの山。どういうことですか。まあ、世界一高い山といったらどこですか。ザガルマタ。ん、ん、な、何それ。え、ザガルマタ、ザガルマタ、ザガルマタ、エルベストの名前。なんでエレベストって言わないの。言い直しません。ちょ、いや、突っ込んでくれるかなと思って。もう一回いきますね。世界一高い山といったらどこですか。エベレスト。そう、標高は 8848m あるんですね、はい、歴代の登頂者数は9171名ということで、うん、まあ、世界一高い山と言われてもこれだけの人数が登頂に成功しているわけなんです。でもね、そのエレベストよりも低い標高にもかかわらず、はい、未だに誰も頂上にたどり着けていない山があるんですって。それがですね、中国のチベットに存在する山なんですよ。で、その山の名前こそがメイリーシュエシャン。メイリーシュエシャン、なんか発音よく聞こえるけど、これ言ったことあるの。ない。今初めて適当に言いました、すいません。こちらの山なんですけど、めちゃくちゃ綺麗よね。いや、すごい ね、白い。で、しかもね、この山は一つの山の名前じゃなくて13個の山が連なってるということなんですよ、ね、じゃあ13個グランドスラムした人がいないってことですか。違うんですよ、一つも登頂できないんですよ。いや、そんなことある。全ての山が未登頂なんですよ。え、誰も行ったことない。そのね、13の中でも最も高い山は川久保と呼ばれる、標高は 6740m なんですけども、それでもエレベスタと比べると、まあ、2000m ぐらい低いわけじゃないですか。ね、もちろん標高の高さだけで、まあ、登りやすいとかが決まるわけではないんですけども、クライミングの道具や技術がどんどん進歩しているその現代において、いまだにこの登頂ができないっていうのは不思議な山と思いませんか。もしかして頂上に何かあるかもしれないよね。そうにもかかわらずね、プロが次々と登頂に挑むんですけど全て失敗。なんでなん、一体何が起こってんのって。この1991年日本と中国の合同で結成された登山隊17名が、うん、メイリーシュエシャンの頂上を目指したと、そういうプロジェクトがありました。斜面から離れた比較的安全で普段は雪が積もらないような場所にキャンプテントを設営したと。なるほど、陣地を作ったと。で、突然大雪が降り始めたんですよ、ね、雪や山積に、ついには積雪が1メートルを超え、キャンプテントに巨大な雪崩が襲い、連絡が途絶えたということです、ね、航空写真でキャンプテントが雪に覆われて埋め尽くされていることを確認でき、このキャンプテントの位置までは頂上までわずか270メートルの地点だったそうです。うわ、もうちょっと。で、その後捜査が行われるも遺体やテントは発見できず、キャンプテントの地点に救助隊がたどり着けたのはなんと5年後のことでした。すごいよねこれね。それぐらいそこまで行くのも難しいや、行くのすら難しいよね、うん、さらに2年後の1998年に麓を流れる氷河から遺体が発見されたんで。あ、じゃあ流れてったんか。そう。で、この山はチベットでは神聖な山として地元の人々に崇拝されているそうなんで、山全体を御神体と、まあ、考える人も多いと、うんうん、登山行為は山を汚す行為として決して歓迎はされないそうなんです。あ、なるほどね、はい、登ろうとしたら急に天候が悪化したり大きな雪崩が起きたり、山を汚すものを排除しようとしているような気もしますよね、うんうん、この山は本当に神聖なる山なのかもしれないということなんです。なるほどね、はい、で、実際にこの山を見たことある人はもう神が宿っているような美しさと怖さを感じたと。いや、確かになんかこの
白さは怖さもありますよね、はい、述べているそうなんです。で、人間の技術や知識がいくら発達しても決して触れてはいけない領域が、まあ、あると、それを汚す者に対しての見せしめだったのかもしれません。なるほど、はい、まあ、恐るべきメリフィッシャンですね。そうなんですよ、うん、もう神域っていうのは、まあ、確かにあるじゃないですか。ありますね、立ち入り禁止のね、まあ、禁足地ってなると思うんですけど、あります、日本にもありますからね。そう、でも山っていうのはさ、明らかもう見えてるわけです、うん、そこにね、別に森の中に隠されてるとかじゃないじゃん。だから本当に過酷なことは分かるんだけども、全人類一人も到達しないっていうのは逆に何かの陰謀を感じてしまうような。いや、そうっすよね。ねえ、もしかしたら登り切ったら君の肉体能力だったら宇宙人になれるよ、お前も宇宙人にならないかって言われるかもしれないね。あ、そんな、うん、そんだけさ、すごい宇宙人来てるんやったらさ、うん、別にその山の上で誘わんでもええやん。いやいや、スカウトの条件の一行みたいな、メリシュエシャンを登った人は行けるよみたいな、試練があるんですよ。あ、そう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 、最初に言っといてほしいよね。分かるぞ、その思考の領域みたいな。そういう感じ。なるほどね、うん、でも誰かはね、到達してほしいよね。でも航空写真では見れたりとか、ドローンではいけると思うんで。確かに分かってはいるんやろうけどな、上に一体何があるんやろ。でもなんかすごい白かったから、多分雪が降り積もってるわけじゃないですか。まあ、そうやな、もしかして雪の下には宇宙人の秘密基地とかもあるかもしれない。すっげえ宇宙人と会いたがるやん、そんな。これもう絶対宇宙人よ、うん、います？います。どんな宇宙人なんですか？え、もうシュメール人よ。え、かつて宇宙人っていうのは地球にやってきたんですよ。で、今もその富士山とかにも基地があるんですけど、このメイル・シュエシャンにも多分基地があるんですよね。この雪の下にはこの宇宙人の基地が間違いなくありますね。なるほど、はい、なんか僕の都市伝説を汚していった感じします。これもしかしてたたり来る？そう、もう神聖な領域を犯している感じするんですけど。でもさ、中国って歴史も長いし国土も広いから、はい、もうたくさんあるわけよ、怖い都市伝説まで含めたら。おー、ありそうですね。だからこれ調べてて、グロいものもあるし、あ、ありますね、怖いものもあるし、あ、ちょっとなんか笑えるというか、おおってちょっと不思議な気持ちになれるようなものを厳選したんですけど、ね、いかがでした？いや、楽しかったですね。高評価これ5000以上いったら、中国とか世界のね、都市伝説また紹介しようと思って、はい、シリーズ化したいので、ぜひ高評価をしといてほしいですね。お願いします。はい、いろんな国の都市伝説勉強できてめっちゃ楽しい。そうですね、こっちもワールドワイドにやります。はい、それでは本日の鳥肌スコアは8670。何そのスロットがスローみたいな。え、やりまおまおまお。それでは本日の鳥肌ポイントは、マイルシェイシャンに合う宇宙が存在するということでしたね。疲れてんの今日。さよなら。え、たぶん今日の動画、はい、鳥肌スコアありましたけども、ありましたね、間違ってると思うんですよ。なんでですか？30じゃなくていいんですか？ 30? そう、 TK オンライン僕たちのオフィシャルショップでは明日までなんと全品 30% オフなんです。ふふーん、 30% オフ、まあ、2022年1月6日までに人類は 30% オフを体験できるという。そうですね、うん、こちらなんですよね。どうですか、小焼きスタジオのこのフォーク、めちゃめちゃ入るし丈夫でいいんですよ。あら、いいですね。どうですか、これほらおネギとか入れて、ほら買い物行かないですか、今エコバッグ流行ってるやん。はいはいはい、どうすかどうすかどうすか。まあ俺ネギが似合う女になりたくないんでね。男ちゃうんですよ。あの性別まで変わってもっと話変わってるんですよ。そうやな。いや本当にね、もういずれ来ると言われるメタバースの世界とかね、はい、もうムーンショット計画になったら、うん、こういうおしゃれなバッグを持ち歩いてショッピングもできなくなりますよ。そういうことですよ。今のうちにお買い物に行ったらいかがですか。いっぱいね、はい、こういうのもあるんでね。そうそうそう、はい、ちょもうちょっとアプリ見せてこれ。何ですかこれは。これはですね、はいはい、ステッカーなんです。ほら見て、はい、おやつで好きなクロさんとマットさんとか。そうそう、これユニオンズのステッカー言うんやな、こういうのな。そう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 、はい、小屋もちょっと見せて。ちょっと小屋とな、ここやな。そうそう、はい、小屋東山いるんでね、チャンスね。で、小屋下衣装の小屋東山もいるんで、はい、まずはですね、もう僕がデザインした可愛いこの小屋フラワーのクリアファイルとか、で、これ東山くんのね、軍団のやつが書いてある。あ、そうそう、東山軍団のクリアファイルなんや、これ。そう、めちゃくちゃ在庫余ってる。そう、まあ、これ買っとけばな、今年の運気上がることも間違いあらへんから。間違いない。あとね、小屋東山のぬいぐるみとかもあんねんけども、これ普段2400円で売ってるものが、うん、1600円ぐらい買えちゃうんで。そう、もうこのなすすべなしの世の中、切り開くためには、これでショップで買うしかないんやな。ナススリあるやん。そうやな。バイ。概要欄見てね。実は月に行くというのは最終目的ではないということを今日は皆さんに言いたいんですよ。何ですか？火星に人を送ることが目的なんじゃないのかってことが言われているんですよ、ね、あれ？トランプ前大統領はですね、実はこの秘密を暴露しようとしたために再選できなかったんじゃないのかってことが言われているんですよね。なるほど。アメリカは NASA よりも確実に火星に先に行く方法を手にしたんですよね。それがイーロン・マスク。もしかするとこの建設予定の月面基地というのはですね、地球を外部からの攻撃を守るため
みに防衛拠点の一つとして今後築いていく気なんじゃないのかなと。なるほど。本当そういう宇宙戦争みたいな時代がやってくるんじゃないのかなと。会いに来く薬